はい、皆さんこんにちは、こんばんは。世界で一番ダサいコスプレイヤーの、ふわふわ気分なおです。今回はラブライブの矢沢ニコのコスプレをして、なお一人で、ロケをしに行きます。本当にね、しょうもないネタ撮影をしに、行きます。それでは行ってきます。始めます。はい、自宅からかなり移動してきました。自宅付近からね、撮影すると、見バレする恐れがあるので、この辺から撮影をしていきます。私の方もね、今回から、GoPro のメディアモジューラーを導入したので、音声とかもクリアになってるんじゃないかなと思います。今回初めてね、メディアモジューラーを使うので、その性能もテストを兼ねて、ロケをしに行きます。あ、でもこの後ね、話しますけどね、もう吹っ切れました。もうほんとなんてことないですね。もうこうやってね、もう堂々とね、こうロケやってます。もう前からね、こうやってね、もう堂々とね、動画撮影でもね、ロケは、やってるんで、もう本当になんてことはね、ないんですけど、もう本当にね、さらに吹っ切れて、吹っ切れました。はい、じゃあもうそろそろね、目的地に、着きますかね。もう本当にね、本当にくだらない、しょうもないネタ撮影をね、するためにね、今回ロケを、しに来たようなものなんですけど、あ、もう着くかな。はい、あ、もう目的地に着きましたね。今回はね、ここでね、しょうもない、ネタ撮影とかね、やります。ここはね、神奈川県内某所にある、公園なんですけど、ちょっとフェンスがあるので見にくいかもしれませんけど、ニコニコ公園です。今回はここで、ロケというか、しょうもないネタ撮影をします。今回はね、この、ちょっと映ってるかどうか分かりませんけど、ニコニコ公園に来ました。でね、今回は、もう薄々感づいてる方もね、いると思いますけど、ニコニコ公園で、矢沢ニコのコスプレをして、ニコニコニーをするっていうのをね、やります。ちょっとね、ここ道路なんでね、ちょっと三脚が置けないので、自撮り棒でやります。ちょっとあまり大声は出せないんですけど、いきます。ニッコニッコニー。はい、ということでね、もう本当にね、もうこれをやるためだけに、ロケをしに来たようなものですね。はい、でもね、これだけだとね、短いので、ちょっとね、ここのニコニコ公園で、ちょっとした雑談コーナーとかを、したいと思います。はい、ここがね、神奈川県内某所にあるニコニコ公園です。本当に住宅地にね、囲まれたね、小さな公園ですね。はい、こんな感じの、公園です。あとはね、ショート動画の撮影とか、ね、最初に言いましたけど、雑談コーナーとかを、します。じゃあね、本当にね、小さな公園ですけどね、公園内をね、一通り散策しますね。つってもね、もうね、散策自体はね、すぐ終わる、感じですけど、ね、はい。尺の関係でね、公園内も回っておきますってことで、はい。ですね。この辺に遊具とかもあります。公園自体はこんな感じです。では一つこの辺でショート動画の撮影をします。はい、ではね、矢沢ニコのコスプレをして、ニコニコ公園で雑談をするっていうことで、何のひねりもありませんけど、
雑談コーナーをします。最近のね、コスロケの動画を、ね、見ていただければわかるかと思いますけど、いろいろあって、吹っ切れました。もう本当にね、まあ、吹っ切れたつでもね、もう前々からね、コスロケとかねやってるんでね、でもう堂々とやってるんでね、もともと吹っ切れてるんじゃないかってね思うかもしれませんけどね、さらにねもう吹っ切れた感じです。ね、今回もね、私のソロでの、コスロケの動画になるんですけど、まあ、徐々にね活動ねして活動してきましたけどね、もう本当にもう今まで以上に吹っ切れた感じでねもうできるようになったと思います。ね、もうね本当にね吹っ切れたんで、もうコスプレした状態で、ね、電車とかに乗ってもうロケもしよっかななんてね、もう本当にねもう今だったらねもうできそうな気がします。いやできます。これもね本当に前々からね、家からコスプレして電車に乗ってロケをしよっかなってね、まあ、思ってはいたんですよ。なのでね、今年中にどこかでやります。でこれもねもう公言します、もうやります。本当に今後ねコスプレしたまま電車に乗ってロケをしますので、お楽しみにしてください。であとね、私の方もね、車を導入して、車を使ったロケ活動をねしようかなとも思ってます。で、まあ、車っつってもね私も、まあ、持ってはいるんですけど、今持ってる車がもう燃費も悪いくて、もうあちこち型も来てるんで、もうこの際なのでもう車を買い替えようかなって思ってます。まあね、買うといってもね中古車にしようかなと思ってるんですけど、新しくね、車を買ったら、私のソロ活動はもちろんなんですけど、あゆみさんと一緒にロケ活動も、したいと思っています。あゆみさんはね埼玉方面にね住んでるんですけど、神奈川方面のねロケは、あゆみさんがね、埼玉方面から私のね実家の神奈川県方面まで迎えに来てもらってロケをしてもらってるのでね、ちょっとね私の方でもね、まあ、新しく車を買ったらうちから埼玉方面まで行ってね、あゆみさんを迎えに行って埼玉方面で、コスロケをしよっかなってこともね思ってるんです。なのでそれもね、まあ、今年やろうかなって思います。今後ね私の方でもね、まあ、ソロで、コスロケの方もねとしていこうかなって思った時に、やっぱりね移動手段が自転車だけだと限界があるので、やっぱり車が必要かなって思ったので、車を導入しようかなって思いました。はい、取り留めもなくねお話ししましたけどね、本当最近のね、コスロ系でちょっといろいろあって完全に吹っ切れたっていう、お話と、今後私の方でも車を導入してロケ活動をしていく予定のお話をしました。であとね、ニコニコ公園で、ね、しょうもないネタ撮影をしました。はい、ということでね、ニコニコ公園で一通りロケ撮影し終えたので、そろそろお家に帰りま…あ、間違えた。アジトに帰りましょう。撮影し終えたので、アジトに帰ります。はい。はい、じゃあということでね、アジトに帰ります。ね、ちょっとアジトに帰るね、途中まで、撮影をしていきます。本当にね、この辺はね、住宅街なんでね、本当にロケをね、するのに適した場所じゃないんですけどね、たまたまね、ニコニコ公園になるものをね、発見したんで、そうね、思いつきでね、なんか、矢沢ニコのコスプレしてね、何かやってみようって、ね、思って、それでね、今回、しょうもない、ね、ネタを、ね、するためだけにね、来たようなものでした。ね、はい。
そろ学校帰りのね、人とかもね遠くなってくるので、この辺で引き返します。YouTube の撮影です。はい、今日はね、ニコニコ公園に来て、ね、ボイストレーニングをしに来たのに、他のメンバーったらサボって来ないのよ。しょうがないね。じゃあ今日はニコニコ公園で、ね、ボイストレーニングをするわよ。産毛の小鳥たちもいつか空に羽ばたく、大きな強い翼で飛ぶ。最後になりますが、よかったと思いましたら高評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。